韓国で開催される海洋博覧会の日本館を日本政府が公開しました。こちらが今、急ピッチで工事が進められている博覧会の会場です。日本館は右手の奥、国際館の中に設けられることになっています。韓国南部の都市ヨスで5月から開催される海洋博日本館では、東日本大震災からの復興をテーマにした映像も上映される予定です。 万博の開催中は福岡と海上を結ぶ高速船が運行する予定で日本からの観光客に大きな期待が寄せられています。